皆さん、こんにちは。こんばんは。ここみチャンネルのショーが今日は。オイルロンダリングについてお話しいたします。まあ、ロシアの制裁ですよね。欧米、諸国まあ、日本も含めてです。けれどもまあ、その同盟国がロシアに対するまあ、制裁経済制裁うん。まあ色々やっているわけです。けれどもまあ、その中の一つにロシアからの原油まあ、石油ですよね。 の輸入をストップ、完全にストップして入れるなというのがあるんですよ。そういう項目がね。同盟国はそれに従わなければ本来いけないんですがですね、それを主張して、えー、一番先に主張したアメリカ自身がですね、どうやらロシアから原油を輸入しているという事実が発覚したんですよ。これはまあアメリカは当然否定してますんでね、<laughs> その、 もう絶対100%そうだというふうに指摘しても、いや、そんなことはしてないと、まあ、突っぱねられれば、まあ、どっちが正しいんだということでね、まあ、ちょっと真実うやむやになるということなんですけども、まあ、ちょっとあの簡単に説明をいたします。まず、マネーロンダリングってありますよね。そう、うん、あの、資金洗浄ですよねで。わけのわからない畑しかないようなね、もう本当、あの、パイナップルの木しかないような、そういう島にお金を送って、 で、そこで、まあ、綺麗なお金に変えて、また、まあ、先進国の国に送ってというね、まあ、そういうふうな、あのー、システムを取って、まあ、税金逃れですよね。つまりね、まあ、そういう、まあ、あの、お金の戦場、まあ、それになぞらえて、オイルロンダリングというのがあるんですよ。これは発覚したのがですね、ロシアからイタリアのシチリア、そこにですね、 製油場があるんですよね。シチリアの製油場、ルクオイルというね、あの、まあ、ガソリン関係、石油関係の大きな会社です。そこの製製油所があるんですよ。イタリアのシチリアのね、ルクオイル。そこにロシアのプリモルスクというところから原油が運ばれたという、そういう指摘がね、まあ、ほぼ間違いないんですよ。で、 あの衛星写真とかね、そういうのもあのちゃんとそれを、まあ、合わせて、ですねあここにシチリアから、えー、っとアメリカの方に、に、このシチリアからアメリカの方に来た船と同じ型の船がどこから来たのか、どこの国籍の船なのか、たどると、ロシアから出港している、プリモルスクという港から出てきた、でそのプリモルスクには原油の出港 この港なんですよね、そこはね。だからもうほぼ間違いない。その流れは間違いないってことですね。で、イタリアのそのルクオイルに原油が届けられて、そこで生成して、まあ、ガソリンとか灯油とかディーゼルを分けるわけですけども、まあ、それにまあ分けたガソリンの部分ですよね。そのガソリンをタンカー積み直して、アメリカにやってきたということなんですよ。 アメリカのニュージャージー州の港に入ってきたということですね。まあ、ここまで確認されています。で、これをですね、あの、アメリカのその港、当然、その受け入れ港の、あの、石油会社があるわけですよね。まあ、一応、商社として取引してるわけですから、エクソンです。そのエクソンに問い合わせをした結果ですね。まあ、いろんな、あの、取材陣がね、えー、全否定。いや、我々は、 まあ、イタリアから入れたのは間違いないと。書類があるんでね。で、その書類も見せて、でも、イタリアさんと書いてあるだろうと。その石油がね、なわけないんですけど、イタリアでそんな大量な石油は取れないので、そういうはずがないんだけど、まあ、とりあえずイタリアさんって書いてあるだろうと主張して、我々は何も悪いことをしてないと言ってるんですよね。 まあ、だけども、その流れが、もうバレてしまって、あの、もう、報道ね、されてしまっているんですよね。まあ、あの、もう、テレビのニュースでね、なかなかね、その、公の報道されてないですよ。危ないんでね、これはね。誰がそれを、これ、これを発見したんだとかね。誰がこの、しつこくこれをね、暴こうとしてるんだとかね。やっぱ、もう、本当向こうはね、この、もう、マネーロンダリングもそうですけど、オイルロンダリングとか、 ロンダリング種類を暴こうとすると、いなくなっちゃってるんですよ、本当ですよ。あのいつの間にかねあの、まあ、いなくなっちゃってるまあどこ行ったか私も知りませんけど、まあ、いなくなっちゃってるんですよ、本当に。その人自身がロンダリングされちゃってるんですよね。危ないんですよ。そうだから、まあ、一部の報道として、まあ、間違いないよということで、流れてはいるけれども、 まあアメリカがね、そのエクソンをはじめとして否定してるんでね。で、アメリカのそのエクソンの、まあ、ニュージャージー州のそこの石油受け入れプラントから11の州にガソリンとして、まあ、流れていってると。まあ、だけどね、これもね、いろいろ事情はね、あるんですよ。アメリカのガソリンがもう日本より高くなってますからね、今。1リットルで換算しても。で、 あの何がそんななってるかっていうとね、やっぱロシアから入れないって言っていて、もうこんなことしなければね、オイルロンダリングとかしなければ石油が足りないわけですよ。要するにガソリンがもうディーゼルもそうだけど、全然足りないんですよ。消費量がバカみたいに多くて、毎日毎日の。で、全然それが減ってないので、節約とかいう意識ないんでね、アメリカ人に。全く減らないんですよ、使ってる量が。だからもうどんどん入れるしかないんだけど、 今までガンガンあっちこっちから入ってきたものが、ちょっと入ってきにくくなってるんですよ。なぜかというと、あの、世界でロシアからガソリンを入れたっていた、その、まあ、欧州とかね、ヨーロッパも入れちゃいけないっていうので、じゃあ他から入れようとかなるじゃないですか。じゃあカタールから入れようかなとかね。じゃあオーストラリアはどうなんだろうとか。そうすると、アメリカが今まで簡単に、ああ、じゃああっちこっちから入れるよってやってたのが、 アメリカにも入ってこなくなっちゃってるんですよ。いくらお金払っても。その、全部じゃないですよ。全部じゃないけど、今まで通りには全く行かなくなっちゃってるんですよね。で、焦ったアメリカは、自分で言い出したくせに、これ参ったね、これは困ったぞということになって、まあ、オイルロンダリングに手を出してるんですよ。本当に。それぐらいやんないと、もう石油が足りないんですよね。 あの、自分のところで自前のも当然あるんですよ。だけどね、20%ぐらいね、10%から20%常に足りなくなっちゃってるんですよ。制裁してから。だからその10%から20%を埋めなきゃいけないんですよね、何かで。だからもうこういうね、もう荒っぽい手口でも何でもいいから使わないと足りないんですよ、全然。何かね、大事件が起こっちゃうんですよね。足りなくて。あの、要するに発電所の電気が止まるとかね、完全に。 だからそうならないように、とりあえずはもう何でもいいよということで、なりふり構わず石油を集めてるんですよ。うん、ここまでも来ちゃってますから、日本なんかね、のんびり構えてたら、もうガソリンだとか天然ガスとか、あっという間に手に入んなくなってしまうという、もう一瞬即発ですよ、本当に。もう綱渡り状態で全世界の国々がエネルギーに関しては進んでる。 ですね、そういう道を。もう非常に危ない状態がもう日々続いているというご報告でした。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。